初代市川右段次に大正5年3月18日は幕末から大正初期にかけて活躍した上方の歌舞伎役者。野号ははじめ鶴や、後高島や。拝名に、家松、祭玉、米玉、が号に、よるしも案。陰居名の初代市川人知りとしても知られる。本名は市川福太郎。市川福太郎は四代目市川賞、段次の実施だが、 商談次には、養子の初代、市川左丹寺がおり、これがすでに役者として体制していた。そこで、商談次には福太郎を、あえて役者にしようとはせず、まだ赤子の頃に、大阪道頓堀の芝居茶屋、鶴屋に、デッ地奉公に出すが、実際は、体よく、養子に出したようなものだった。しかし福太郎は成長しても飽きないごとには一向に、興味を示さず、 芝居の真似事ばかりしていたので、愛想をつかされ、事実上の利縁となって実家に戻る。そこで晴れて役者に、転身、1852年2月、若太夫の芝居、伊賀越道中すごろくに、本名の市川福太郎で、初舞台を踏んだ。1862年に江戸に下り父と共演するが、間もなく両親が不和となって、上方に帰り、その年の8月に慶の、 北川芝居で、初代市川右段継ぎを襲名する。その際に、屋号に選んだのが鶴屋で、これは養育家の屋号を転用したものに他ならない。後に、実家の屋号高島屋に改めることにしたが、弱兄の左段寺や、伊母帝の五代目、長段継ぎに遠慮して、島の字を、島に変えている。右段継ぎは二代目。 尾上民蔵によってその資質が見出されたことが出世の糸口となった。民蔵は当時下連の第一人者で父も支持したこともある上方歌舞伎の長老的存在だった。民蔵に認められてからは人気もで実力もついていった。維新後は大阪格座で書き出しとなり、やがて座頭を勤務までになった。その後初代実家は炎弱中村総重郎と共に、 延べ衆右ゅと呼ばれて、情報劇団の中心となり、しばしば上京して、髪型のケレンや舞踊を東京に紹介、人気を集めていった。やがて初代、中村元次郎が人気を取るようになると、刺し物右団次人気も衰え始める。1909年1月、角座で、市川人知りを襲名、長男、宇野助に二代目右が次ぎを継がせた。1915年1月、 何技で引退工業。この時72歳の高齢をものともせずに、得意の中乗りを披露して、万来の喝采を送られた。父、商談継ぎや恩師、民蔵譲りの懸念を得意とした。当時は演劇改良運動の中にあって、早変わりや中乗りなどの懸念は、高渉差を欠く演出として、邪道扱いされていたが、右段継ぎの懸念は、そんな批判を吹き飛ばすほど、 高度に洗練された芸で、舞台関係者や目の肥えた悲劇をうならせた。五代目、小野菊五郎が来藩した際、右段次は、戻り橋の渡辺綱では、菊五郎の騎女に伴ったが、そこで、中、義馬と呼ばれる懸念を披露した。義馬とはそもそも、立っている者が、膝などをつかずに突然尻餅をついたり、横に転がったりする、危険を伴う道技だが、この、中、 ギは、舞台上の高所から舞台上に飛び降りる際、屈伸したり手をついたりせずに、直接尻から落ちて着床するという、一つ間違えば、大けがにつながる技だった。その見事さに舌を巻いた菊五郎は、銅座した頑次郎に、これだけの形のいい義バを見せる役者は、江戸にはいねえ。お前さん幸せ者だねえ。目を離すんじゃねえよと、人気が先行して、 増長気味になっていた缶次郎にお給を据えている。右段次は豊富なキャリアを生かして立ち役、お山、吹け役、仇役など幅広い役をこなす傍ら、舞踊も得意とした。東京で演じたミサオ三番奏では、舞の足取りを踏みながら、宙に舞い上がってゆくとゆく、舞踊とケレンが合体させた幻想的な演出舞台だった。新しいものにも率先して挑戦し、 1875年、大阪門芝居で演じた、総教訓会仮説用では自ら残切り頭で演じている。1878年、京都北側の芝居上演の、友江忠た氏は、舞台がパリで登場人物がすべて赤毛に洋装という当時としては、破天荒な演目だった。これは、目新しさが受けて、大評判となり、右段次は京都府から検証されている。 また、天杯山では、菅原道真が雷神に変身する場面で、マグネシウム閃光を使って観客を驚かせた。このように、若い頃から仕込まれた舞踊と、父譲りの抜群の運動神経、新し物好きの挑戦精神、そして度胸の良さなどを原動力にして、右段次は、観客の目を楽しませる躍動的な舞台を追求し続け、吉継腰越え上。 ご三番層の軽妙射脱な舞踊、ケレンでは、狐中心、墨田川側かげ、崩壊坊、東海道四ツ谷階段、小神のほか、石川五右衛門の、くずかご抜けなどは、生涯の当たり役となった。こうしたケレンは、三代目、市川猿之助によって確立された、いわゆる、猿之助歌舞伎や、スーパー歌舞伎に継承されている。私生活では、教養豊かで、 佐藤にも通じ、温厚特実な性格で、人から尊敬を集めた。前述の通り子は二代目市川右段継ぎ。孫に二代目市川宇之助がいるが、廃業している。早々は、2017年に、自身の陰居名を継承した二代目市川人知り。なお、三代目右段継ぎは三代目縁之助の部屋後で、スーパー歌舞伎を通じて、 初代のケレンを継承した一人でもあり、同じ関西出身の初代市川うこんが継承した。陽は二初代、佐団寺の義理の彦と、三代目、猿之助の、また、重帝十一代目、市川駒蔵が結婚していることから、三代目、右段次の師匠でもある三代目猿之助と、初代右段次は、間接的な遠石関係でもある。ありがとうございます。